前期の1分解説、楓原和葉編、和葉は風元素の片手剣キャラで、主な役割は味方の火力を強化するサポーター。元素スキルは周囲の敵を1箇所に集めながら空中に飛び上がることができる能力で、長押しすれば吸引の範囲が広がり、飛び上がる高さも高くなります。元素爆発は継続的なダメージを与えるエリアを8秒間展開する設置型能力、さらに拡散した元素に応じて元素変化を起こして、その元素ダメージを与えることもできます。必要元素エネルギーは60。そして風葉の一番の強みとして、自身の元素熟知に応じて拡散を起こした元素のダメージバフを強化する固有テンプがあります。熟知線の風葉に水力生物を持たせれば、元素スキルや元素爆発で拡散を起こすだけで、その元素のダメージバフ 40% に敵の元素耐性マイナス 40% という破格の火力サポートを行うことが可能です。生物は基本的に水力系のセット委託、熟知特化にする場合厳選は大変ですが頑張りましょう。武器は和葉の熟知を伸ばせる倉庫野菜フォスがおすすめ。自伝で鉄砲の差しやイベント武器の傘とも相性がいいですね。基本4元素のキャラと組み合わせる際の和葉は最強格のサポートキャラで、汎用性も高いのでぜひ一度育成して使ってみてください。それでは。